はいどうも、トラジローです。今回は極エメラルドウェポン後発向けに解説していきたいと思います。今回はこのようなマクロを使っており、マーカーもすでに出回っているよくあるやつです。タンクは開幕時中心固定でボスを北に向けます。オートアタックが痛いので、タンクはランパートなどね、バフを常時使っていくように心がけましょう。エメラルドショット、タンクへの強攻撃かなり痛いので、軽減やバフを炊きましょう。魔導アルテマ、全体に痛い攻撃のやつです。爆雷生成、マクロのペアで2人ずつ3回し、2個爆雷を受けて頭割り処理します。このようにマップに8つの爆弾が出ます。これを2ペアでそれぞれこのように3回して1発目を受けます。次に黄色ならば時計回り、青ならば反時計回りに2個目を受けます。まずはこれをご覧ください。このように線が出ます。黄色ですので、それぞれ黄色を受けた後に時計回りにマーカーの位置で受けます。なぜこのマーカー位置で受けるのかというと、なぜなら1回目の攻撃が痛いので、中央によってヒールを受けて2個目を受ける必要があります。ただし現行の最新装備だと、まあ、アイテムレベル520あれば生き残ることもあるかなと。これで処理が完了です。エメラルドビーム、矢印方向に回転しながら扇形範囲攻撃、さらに同時に床の範囲攻撃がきます。とにかくね、この当たらないようにぐるぐる逃げるっていう風にすればいいです。魔導マグネット1回目、複数出現するがプラスマイナス同極の部分がアンチとなります。1回目のみはタンクは別行動となります。この1が同極プラスプラスで、爆発する瞬間に磁石が発動します。同極なのでこう離れるという感じです。タンクはアンチを基準としてマクロ通りに3回します。距離減衰攻撃なので、なるべくみんなと離れます。魔導マグネット2回目、1回目と同じでタンクは普通に処理します。みんなと同様に処理します。はい、マイナスが同極でこのようにあるので、このやや南側、ここがアンチとなります。エメラルドビーム2回目、1回目同様ぐるぐるしながら避けます。受けると非ダメアップがつくので、タンクは絶対に避けたいところです。これビームに追いつかないようにも注意しましょう。最後はね、北に戻ってくるんですが、ずれた場合は MT は北へ向けるようにしましょう。魔導アルテマ、全体に痛いやつ。ファンネル展開、栄翔はないが、ファンネル展開と同時にボスの外周範囲攻撃、ボス下へ寄りましょう。ウェイジとエド・インペラ、タンク2名で頭割り、それ以外は対象に小範囲でマクロ通りに3回します。分離した後に上半身か下半身が残る。前半は下半身が確定してます。下半身イコール噴射、ボス中心の遠範囲攻撃、その後黒床出現、一定時間後拡大してから爆発するので離れましょう。拡大した段階ではまだ発動していません。爆発してから戻りましょう。戻るのが早くてもらってます。
ファンネル収納、こちらも詠唱なしで範囲攻撃、収納した場合は逆に外周がアンチとなります。詠唱がないのですぐに避けるようにしましょう。魔導マグネット3回目、2名にマーカーが追加、マーカー対象者のみアンチからずれます。このようにマーカー対象者に対して直線範囲攻撃がきます。マグネットよりも先に位置が確定します。アンチに被らないように配置し、マーカーが消えるのを確認したらすぐにアンチへ逃げ込みます。これで前半は以上になります。火力が高ければね、今のギミック3回目が飛ぶこともあります。ここで全滅してうまくいくとムービーがカットされるらしいと。開幕後すぐにワイプしてやり直します。今はコイル力が発動してさらにスムーズとなっています。開幕時前半同様ボスを中心固定で北に向けます。DVD エトインペラ、前半同様マクロ3回、開幕は ST も前方にいると楽です。ターミナス、エスト、ウーヌス、タンク以外に矢印の向きに大きなノックバック、味方と被らないようにマーカーへ3回します。このようなマーカーが設置されていると思います。これよくあるマクロです。このようにして矢印の向きはこの位置に合わせて配置します。これ味方と被らないようにしましょう。タンクは真ん中へ避けておくと安全です。1人ここちょっといないんですけども、はい、処理が完了です。結果良ければ全て良しということで、とりあえずうまくいけばもうそれでいいと。ターミナスエストトレース、通称トレース、 1,2,3 と順番に剣が降ってきてライン上に範囲攻撃、これが1番目、これが2番目、これが3番目というように順番に剣が上から降ってきます。落下した剣にラインが十字かクロスが展開されます。1から3の順番で爆発してライン上の範囲攻撃を行います。避け方はシンプルで、3番目で待機して1回目の爆発が見えたらそこに駆け込むといった流れで大丈夫です。今回はこのように逃げ込みます。駆け込む際はスプリットもしくは接近攻撃を推奨します。注意点はクロスか十字架で配置が異なるということです。レギオファンタマディス、変身の合図、これ自体は特に意味はありません。機動戦術、外周に機体出現、それぞれが順番に端から端まで動く床範囲攻撃を行います。発動までは時間があるのでとりあえず攻撃を続けます。見やすいように中央固定します。はい、このようにサイコロ数値で攻撃順が表示されます。最低でも3以上の場所の端に寄ります。はい、先に爆発した場所はアンチになるのでそこに入ります。その後爆発を追尾するように中央へ寄っていきます。横の爆発が通り過ぎたのを確認してから真ん中の十字の斜め部分で待機します。この後ノックバックが来るためです。これ真横で受けるとジ・エンドです。魔導アルテマ、全体に痛いやつです。デビエト・インペラ、同じやつです。こちらマクロ通りに3回します。ターミナス・エスト・トレース2回目、剣落下ギミックです。2回目は分離と複合します。上半身か下半身かでギミックが変化します。まずは分離を確認します。
上半身、刀どちらかが光り光った方へ範囲攻撃、反対側へ逃げます。さらに黒床出現後拡大攻撃が来る、プラスノックバックが来ます。上半身をまとめると、肩が光るイコールどっちか回避、黒床出現イコール離れる、ノックバックイコール黒床出現くらいでアームレーンを使用します。アームレーンっていうのはアームレングスって言ってロールアビリティなんですけども、ノックバックを防ぐものです。キャスターなら堅実魔です。これらの攻撃と同時にトレースが来ます。まずは光った方の反対側へ避けます。その後黒床出現、ここでアームレングスを使用します。この時1から3番目の剣が落ちてくる順番も確認しておきます。3番目に置いてきた剣の1へ逃げ込み、1番目が発動したら接近して避ける。これで処理完了です。これはね、慣れるしかないので数を踏みましょう。さらにトレース3回目の時に分離で来なかった方が来ます。今回なら下半身が後ほど来ます。レギオファンターズマティス2回目の変身です。今回は1回目の外周機械プラス複合ギミックがこちら重なっていきます。まずはタンクはおっさんを北へ誘導します。1回目同様に外周の端から端までの爆発が来ます。この時横にカメラを向け、一番北の順番だけを確認します。はい、今回は一番北1列目が1番目の爆発です。なので2列目に対比します。さらに3連続の追加攻撃が北から来ます。兵隊が横1列に並びますが、1箇所空白があり、そこがアンチとなります。さらに3列になるので空白に合わせて動く必要があります。空白は隣同士なので動く距離は短いです。続いて横から爆発が来ますが、1列目が通り過ぎたらその列に書き込むだけで OK です。2列目で待機して上からの攻撃をメインに避けます。はい、目の前1列目の爆発が通り過ぎたので1列目に入って、さらに北の攻撃を避け、さらにノックバックが来ます。爆発が通り過ぎてから中央へ駆け込みましょう。はい、これで処理完了です。ターミナスエストドゥをマクロ通り3回します。十字なら角の隅へ、クロスなら4辺の中央で捨てます。配置が確定したらラインのないアンチへ逃げ込みます。これ結構ね、範囲が広かったりするんで、しっかり線から離れるようにしましょう。ターミナルエストトレース3回目、剣落下プラス2回目で来なかった分離、今回は下半身が来ます。下半身分離後噴射、ボス中心遠範囲攻撃を行います。その後黒床出現プラストレースです。大方上半身の流れは一緒なんですけども、下半身だけちょっと楽です。下半身はノックバックが来ません。上半身のみアムレン、ノックバックというふうに覚えましょう。剣の落下順番だけ確認しつつ、この黒床範囲を避けます。ノーミスで火力が高ければ、ね、この3回目のトレースが飛ぶ可能性もあります。はい、ということで今回以上となります。ぜひ参考にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。